はい、ご家庭でできるですね、簡単なトリミング講座をやります。トリマーさん出していらっしゃる方多いと思うんですけども、簡単なところだったら自分でできますので、今回はですね、コリン星からコリン先生がさっき車でやってきたのでやろうと思います。はい、でこちらにですね、先生用意してくれたハサミのセット、これトリミング用のハサミのセットなんですけども、普通に市販で、いや Amazon.com で3000円ぐらいで売ってます。下にリンクがあって、それアフィですので、そこから買ってください。はい、ではじゃあまず どの辺からいきますか、先生。はい、一番やっぱ毛玉になりやすいのがお尻付近と、あと耳付近ですね。で、あとパッドの、パッドって言って足の裏の毛ですね、が伸びやすいので、まあ、その3個は切ってあげた方がいいかなと思います。では、はい、どこからいきましょうか。じゃあどうしよう、おとなしいなで、パッドの毛からでいいかな。で、大型犬のパッドの毛はそんなに伸びないです。で、多分キッカの方が多分伸びると思うんですけど、うんうん、このちょっとはみ出てるの分かりますかね、この肉球の間からこうちょろちょろ出てる毛ですね。こういうのをカットしてあげることによって床で滑りにくくなるので、こういう感じですね。で、ちょっとずつこう切ってあげる。結構小型犬だとすぐ伸びるので、やってあげた方がいいですね。で、まあ、バリカンだとより簡単だと思うんですけど、この中の方まで大型犬はやらなくていいです。小型犬はやってあげた方がいいです。っていうのは、この体重でここの毛が結構減ることがあるらしいんで、大型犬は肉球を守るっていう点でちょっと残してあげた方がいいよっていう説があるみたいです。はい、はい、じゃあお尻ですか。そうですね、とお尻、お尻の毛が伸びてるとうんちがついちゃって不衛生になるので、あと男の子だとやっぱここら辺ですね、おちんちんの周り、見事に絡んでる。そうですね、やっちまいましょう。これ、これ切りますか。はい、で、毛玉の取り方なんですけど、一番やっちゃいけないのがこうやってハサミを入れる。これなんでいけないかっていうと、ここに皮膚があるんですけど、こうやって入れるとだいたい皮膚切ります。で、痛いのでダメですねで、じゃあどうやったらいいのかって言ったら、櫛あります、櫛で溶ける分は溶いてあげた方がいいです。で、やっぱ櫛じゃ無理だなって思ったら、この毛玉のところ、一番硬いところ、ここ目指してハサミ入れてください。こんな感じですね。で、櫛でほぐしてやると、ちょっとずつですけど取れます。このまた硬いところ目指して、で、ここまでくればもう皮膚との境界は明らかなんで、切っちゃって、OK、こういう感じですね。で、まあここにも塊あるんで、へえ、一番やるなっていう方法でやってたな
結構ね毛玉取ってたら皮膚切っちゃったっていうの多いので、時間はかかるんですけど、こっちの方が安全なので、で、毛玉できてると皮膚が引っ張られるので脳皮症とかにもなりやすいので、こまめに見てあげた方がいいですね。すげえな、いつの間に。この間洗った時はなかったんだけど結構、うん、この間って1週間ぐらい、ゴールデンは毛が長いからできやすいですよね。このなんかでかい、これがすごいこれがすごい、まあ、ちょっとずつやるのがいいかな。で、毛玉溶かすときはこの根っこの毛を持って皮膚を引っ張らないようにこう溶かしてあげないと、引っ張られて痛いのでブラッシングが嫌いになっちゃうので気をつけてください。よいしょ。ここはもうかな、うん、この辺は分かりやすいですね。うん、結構皮膚伸びるから。そうなんですよね。切っちゃいそう。うん。いつの間にこんなに汚くなったんだ。なんか風呂入って1週間ぐらいしか経ってないね。実外にいたのお前。雨とかで濡れると結構なりますよね、うん、もうこれとか超分かりづらい、うん、超分かりづらい、うん、こういう時はもう毛玉を目指して切る。すげえでかいのが取れそう。おお。取れた。読者プレゼントですか。だいぶ取れたな。なんだこのうんこみたいないっぱいついてるの。土ですかね。うん、どうですか。さっき匂い嗅いだけど違った。これは見えるからと普通にハサミ入れて平気そうですね。そうですね。うん、これも平気だな。うん。うん。お、だいぶ取れた。よかったね、ハロー。ジョイさんにおちんちんの毛を切ってもらったんだぞ。肛門周りは大丈夫かな。肛門は、肛門どうですか先生。こちらの肛門様は、まあ、こんぐらいの長さだったらいいですね、まあ、このこのここら辺の毛ですねがこう入っちゃうとうんちがついちゃうので、まあ、このぐらいの範囲は短くした方がいいかなって感じですね。短くできてますか。
ちょっと伸びてるけど、若干ちょっとあのお手本で、でハサミ肛門向けないでこう、なんて言うんだろう、犬の皮膚に当たらない方向を刃先向けて切っていく感じがいいですね。うんうん、よいしょ。いい子だな、本当に。よし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 。なるほど。以上。こんな感じですね。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、こう従順な従順なやつです。よし、ハロ、いいぞ。よし、待て、よし。というわけで先生、はい、一言、じゃあ皆さんに締めの一言をお願いします。ん、結論、結論、必要最低限のトリミングをしよう。